はい、皆さんこんばんは。ビクトル・ザンギエフです。ですね、今日はお宝というほどのものではないんですけど、もう30年以上経ってると貴重になってるものもあるので、そうですね、お宝グッズ、お宝になるかちょっとわからないけども、ユニバーサル系の、おそらく多分高田信彦のものが一番あるというか、それでもこんなもんなんですけど、ちょっと簡単に軽く紹介したいなと思います。ですね、どれからいこうかな。分かりやすいのはサイン色紙、UWF って書いてありますけど、なんかいつもだったら正直覚えてないんですよ、全然。で、色紙の裏にレッスル池袋店って書いてあったかな。なので多分サイン会に行ってもらったものだと思います。ちょっとね、もうやっぱり古いもんなんで、色紙がちょっとこう汚れてきてるというか、これなんていうんですかね、色紙の劣化している感じが もろに出てて、もっとね大切に管理してればよかったなぁなんて思いました。それからですね、あと黄色いボール、これサインボール、これもいつの大会でもらったかわかんないですけど、リングから投げたものをなんとかキャッチできて、全然覚えてないんですよね。ただまあまあ、確実に高田信彦のサインだっていうのは分かるんで、高田信彦のサインボール、いつゲットしたのかな、ちょっと覚えてないです。ただ多分自分でもらっ、誰かにもらったものじゃなくて、一応キャッチしたものですね。で、あとは、まあ、手前にそのユニバーサルのロゴ、ステッカーで、あと、青とピンクかな、これ。あ、これ、高田信彦のファンクラブ、当時入ってました。その時の、なんかこう、入会の特典のステッカーですね。確か青とピンク2種類ずつ 2枚ずつもらったような気がします。ただ解放とかも全然残ってないんで、どうしちゃったんですかね。あんまり古いものなんでちょっと全然覚えてないですね。捨てちゃったんでしょうけど、はい、ファンクラブ入ってました、はい、ユニバーサルの時ですね。で、あとは右側のそれ CT なんですけど、当時の、まあ当時は多分、まあ、レコードとかなんでしょうけど、ユニバーサル旧 UWF の時の高田信彦の入場曲が入ってる CD です。結構探すのに大変だったというか、もう30何年間分からずに、で最近ここ何年かで出た UWF の本でそのテーマ曲のことが載ってたんで、やっと曲名とかが分かったなと思って検索して買いましたね。当時というか、探してる最中はネットとかでプロレスラーの入場曲のなんかこうリストみたいなのに検索してみたんですけど、高田信彦っていうところには出てるものはやっぱりなんていうのかな、ベタなやつ、最近あったりとか、あと UWF の頃、ユニバーサルから新日戻った頃とかの曲しかなくて、ユニバーサルの時のこの曲が全然どこにも出てなかったんですよ。なんでもう探しようもなくて、曲はこう頭の中でリピートしてたんですけど、まあ、
曲名も分からず、曲名、だからタイトル、そのアーティスト名とか、そういうのもさっぱり分からなくて、三十何年間こうモヤモヤしてて、なんか欲しいなぁとはずっと思ってたんですけど、やっと手に入れることができましたね。まあ、CD ですけど。でもあんまりグッズ、お宝グッズってのは多分本人が使ってたマスクとか、なんかガウンとかコスチュームっていうのがお宝グッズっていうものに多分なるとは思うんですけど、あ、まあ大したもんではないですね。全然お宝グッズでも何でもないんですけど、時間が経って意外と貴重かなっていうものなだけですね。あとはもっと高田信彦のサイン色紙って本当もっといっぱいあったんですけど、少しは売っちゃいましたね。前田明と2人で、あれどこだったっけな、埼玉のどこかの結婚式場、玉姫殿、今多分玉姫殿って名前じゃないと思うんですけど、あれ電車からまだ建物見えて、今また違う名前でまだ結婚式場かなんかでやってる場所で、夏になんか2年連続前田高田でサイン会っていうのをやったの、多分当時のファンの人は多分覚えてると思うんですけど、やってるんですよね。それも2回行って、その時の2回とも色紙もないんですけど、唯一このなぜかレッスンでもらった色紙だけは残ってましたね。ずっと言えばそれぐらいですかね。高田信彦限定にって考えると、まあ他にユニバーサルとかのだと、まあ他に、まあ、いくつか他の意味は色紙とかもあるし、ね、パンフレットとか版権とかはあるんですけど、高田に関してはこんな感じです。大したことなくてすいません。であとはまあこれユニバーサルとはちょっと違うんですけど、ちょっと移動してみよう。これ見えるかな。これ UWF のノートでちょっと隠してますけど、これ多分インターの頃の高田信彦のサインですよね。ちょっと名前宛名書きしてるんで、ノートで隠してますけど、まあ別に全然お宝でも何でもないですけど、持ってました。下のサインと比べてちょっと違いますよね。お宝グッズね。自分の、高田のお宝グッズ。以上になります。すいません。似てないものまねは最後にしましたけど、以上になります。ありがとうございました。